駅舎かつて英字の看板がついていたが、現在は撤去されている。天ヶ崎センタープール全駅は、兵庫県天ヶ崎市水明町にある、阪神電気鉄道本線の駅。駅番号は、HS11。天ヶ崎協定場の最寄り駅。なお、駅名にある、センタープールとは、協定場の競争地のことであり、水泳用のプールの意味ではない。短式。 島式ホーム3面4線を有する高架駅で、駅コンコースから、天川崎協定場正門前まで、ファンロードと呼ばれる屋根付きの歩道橋が整備されている。通常は、島式ホーム2面4線のみ使用され、上りホームと共に1番線を挟む形で、単式ホームが配置されており、天川崎協定開催時の臨時公社ホームとして、使われる。当駅では、協定場に入場せず、 ホームからレース観戦をさせないようにするため、北側の臨時ホームの壁には、明かりの窓は最上部に一列のみ設けられている。当駅には、優等列車は停車しないが、かつては、快速急行、急行が臨時停車していたことがあったため、駅構架化の際に、ホームに発車案内表が設置された。当初の発車案内表は、 阪神全駅の中で最後まで使用された三色 LED のものであったが、現在はフルカラーのものに交換されている。かつて自動放送は固定音声タイプであったが、2006年頃に更新され特急、急行通過駅では大石駅とともに詳細放送導入駅となっている。その後、待機と同様2009年1月下旬に音声を更新している。 内側2線が主本線、外側2線が対比線であり、後者は普通列車用の乗車位置しか設置されていない。当駅で優等列車を対比する普通は多く、1、4番線が使われる機械も多い。ホーム有効庁は、阪神車両を8両編成分だが、1番線向かいの臨時ホームは6両編成分。近畿日本鉄道車両の快速急行臨時停車対応として、 金六停止一目標を設置している。ただし、乗車位置表示は、待機と違い赤いテープが貼られているのみである。2019年時の1日平均乗降人員は1721人である。近年の1日平均乗車、乗降人員数は、下表の通り。1994年に降下化されるまでは、駅北側に、小広場があり、 協定開催時にはホルモン屋屋敵や、当て物屋など、多数の露天商が店を出していた。阪神バス、天ヶ崎市内線、阪神センタープール、または天ヶ崎協定場停留所降下下の保存者。ありがとうございます。